スイート号ニュースター号スイート号は、東京都と宮城県仙台市を結ぶ、かつて、東北急行バスが運行していた、夜行高速バスである。なお、本校では、現在も運行中の格安便ニュースター号、ホリデースター号、および運行を終了した、ネオスイート号、S スター号についても記載する。スイート号の愛称がついたのは2004年と最近だが、 路線自体は1962年開業で50年以上の歴史がある。開業当時は全区間一般道経由で運行され、乗務員は途中乗り継ぎで乗務していた。現在では全便ワンマン運行で東京、仙台の両営業所の乗務員が担当している。本来は夜行バスであるが北千住仙台ではクローズドドア制を取っていない。そのため、 早朝に停車する福島駅東口からも乗車できる。これは国鉄の始発列車より早いバスを運行することによる早朝、バスを兼ねていたためである。1989年、高速バス開設ブームの中、中高便の運行を開始。一時期は夜行、中高合わせて1日6往復運行されていたが、近年の格安。 ツアーバスの進出による競争力の低下が否めなくなってきたことなどにより、スイート号は縮小が続き、2010年9月1日より、金、土日曜日の限定運行となっている。一方、前述の格安、ツアーバスへの対抗策としては、同区間の低価格路線バスとして2006年12月15日より、ニュースター号の運行を開始した。 車両はかつて、ま宗号に運用していたのと同様のトイレ付き4列シート車を使用している。2009年1月17日からは、同一料金で3列シート車による、ホリデースター号、金、土、日宿日限定で運行を開始した。また、2010年9月2日より三列シート車で、S スター号、木、 土曜日の上り便限定で運行を開始した。2017年7月14日の路線改変により、スイート号を直行化して、ホリデースター号に統合。これにより、ニュースター号とホリデースター号の二本立てによる運行となった。また、東京駅アエス通り福島駅東口の区間利用については、東京、山形線、レインボー号がカバーする形となった。 関越交通が運行する、ニュースター号続行便東京テレポート東京駅、八重洲通り、東京スカイツリー北仙台駅前、仙台営業所東京テレポート東京駅、八重洲通り福島駅東口、仙台駅前仙台営業所東京テレポート、浜松町バスターミナル東京駅八重洲通り、上野駅前浅草駅前,前引く北千住駅から、 新越谷駅前、福島駅東口、JR 町町駅東口仙台駅前、仙台営業所新宿駅新南口、池袋駅王子駅前 JR 町、町駅東,駅東口仙台駅東口、仙台営業所仙台営業所、仙台駅前東京駅アエス通り2019年10月1日時点。ありがとうございます。